年すでにこの、ね、収録段階で63勝、はい、で去年もだと70勝だったから、はい、もう確実に、ね、上回るペースで、そうですね、うん、まあ、本当に怪我もなく騎乗停止もなく無事に、うん、あの年末迎えれたらいいなと思うんですけど、うん、今一番どんなことを意識して騎乗されてるんですか？楽しく乗るですね。楽しく乗る、これはなんかその両、ね、境地に達した何かあったんです。楽しく乗るいろんな意味が多分終わりなのかなと思うんですが、そうですね、うん、まあ、なんていうんですかね、やっぱ人間がこうちょっと切羽詰まってる時って、まあ、ちょっと10年目なんですけど、うまくいってないなって思うことがよくあって、へー、こう平日からもう追い詰められて競馬やばいってなるよりは、うん、あ、やっぱ今週週末早く来ないかなって楽しみだなって思って、まあ、土曜日の朝、あ、やっと競馬来たぐらいのマインドで乗れてる時の方が僕は成績いいタイプなんで、自分の中で追い詰めすぎずに楽しく乗って、まあ馬も楽しそうに走ってくれたら頑張ってくれるんじゃないかなと思いますけど。ということは、じゃあやっぱりそういうちょっと思ってた時期もあったっていうことなんですか？そうですね、やっぱ波ある仕事なんで、うん、勝たなくなったり、うん、急にパッて勝ったりしたんですけど、うん、まあ、やっぱりこう騎乗技術って一気に変わるものじゃないと思うんで、まあ、日々積み重ねではあると思うんで、例えばこう流れが悪い時でも、まあ、自分を攻めすぎずに、まあ、流れを待つというか、まあ、楽しくハッピーに。へえ、なるほど。今10年目って言ったら、はい、10年目です、ちょうど10年目ですね。2015年デビューですもんね、はい、僕一緒の話するのちょっと恐縮なんですけど、僕も2015年入社で、今ちょうど社会人10年目だから、一応そういう意味ではその働き出しってことで言うと同じなんですよ。だからなんかその気持ちも僕若干分かるっていうとおこがましいんですけど、その僕もそういう気持ちってすごく最近なんか大事にしてて、なんかすごく嬉しいなって今思います。ダマオスメント今モットーはどんな意識なんですか？いや、もう日々楽しくやってこれは、いや、予定通りの今これ違うこと言ったらどうしようファンとして見てて、はい、勝間騎手が好きなのは陰をしっかり溜めてつくところ、はいはい、僕好きなんですよ、はい、あの、そのあたりもちょっと狙う時あるんですけど、はい、そのあたりの意識って終わりだったりするんですか？まあ、陰の意識はもうデビュー時からずっと思ってて、うん、まあ、それを狙った競馬もするときありますし、うん、まあ、外回した方がいいと思うときもありますし、うん、まあ、それはこう臨機応変に、うん、対応して乗ろうと思ってはいますけど、うん、まあ、開幕週だったり馬場がいいときは確実にいい狙ってます、うん、でもそれだからね、一つ開くか開かないかとかも勝負だったりね、はい、するだろうし、はい、勇気のいることなのかなってね、うん、まあ、この前、勝原さんもおっしゃってたよね。そうですね。話させてるのにね。一か八か言わすこともあるっていうね。でもそれを今、果敢にされてるっていうのは、すごくもう見てて、あんまり言って勝負してんなっていう、勝手に思って。狭いところ大好きなんですよ。部屋とかそういうことですか？そういうことですか？狭いのいいんですか？狭いのいいですね。よくほら、狭いとこ恐怖症とかもいるじゃない？恐怖症、恐怖症みたいな。落ち着きますね。落ち着くんだ、狭い。広いよりは。あ、そうなんすか？そうなんだ。あ、じゃあ、うん、ね、部屋の作りなんかも。ね、ちょっと広いんですけど。あ、広いそこは広い。そこは広いね。広い方が落ち着きますね、それはね。でも、狭いのは嫌ではないという。まあまあ。はどうですか、札幌開催、まあ、ちょっと配信状態になるか分かりませんが、はい、ファンの方にこんなところを見てもらえて、はい、こんな基準を見てもらえたらいいと、そのあたりいかがですか？まあ、こんな基準を見てもらいたいっていうのは、もう毎レース頑張って応援してくださいっていうのはあるんですけど、はい、今年僕、芝2000、めっちゃ成績良くて。おー、確かに、うん、今年、なんか自分でも芝にせんと、芝のレースよく勝たしもらってるイメージあるんで、はいはいはい、
なんかそういう相性の良さが今年は芝なんじゃないかなって。まあ、そういうことね、うん、あのマリアのレースそうですね、あれも2000円え、なんか2000あるんですかね、そのなんか今年相性いいですね。なん か心がけてることあるんですか。いや、ないですね、はい、楽しく楽しくか年村があるんですか。今年はなんか芝が漏れてる。今年は芝2000すごいいいんですよね、成績。別になんかまあ特別変わってないですけど、うんまあ、データとして、ね、あの馬券買う人は注目してもらう。確実に注目します、ね、そうでしょう。それしか買わないでしょ。いや、鹿っていうかだから2000たる必ず勝巻衆をっていう。そういうことね。そうなりますよ。まあデータ的なところではそうですね。まあもう本当個人的なところで言ったらもう、あのお客さんあっての競馬なんで、あの僕に限らず好きなジョッキだったり、うん、好きな馬だったり、そういうのをこう頑張ってこの札幌競馬応援してもらえたらいいと思いますね。札幌持ってるなんかどうですか、感想とかも含めて。いや、あのね、距離感が近いんで、他の競馬場と比べて、まあ、小回りっていうのもありますし、うんはい、またパド、まあ、函館もそうですけど、パドックから、うん、あの近場道がないんで、ね、花道通って言いますよね、はい、近場道がないっていうのはやっぱこの北海道の、ね、だけなんで、うんまあ、中山も皆さんの前通りますけど、やっぱこうパドックから馬場入りまで目を離さず見れるっていうのは、もうこの函館、札幌だけなんで、やっぱああいう花道とかは、なんか、ね、友達いたもんすぐ見つけるんですじゃあ応援来たら、もうすぐ分かる、うん、距離感。薄いるなみたいな。週末行ったら分かるかもしれないです。本当ですか、分かります。次の週末ちょっと、いやね、手振りましょう。こんな T シャツ着てるじゃあ僕、次の土日これで、これ恥ずかしいな、これで行くかな。いや、でも、いいやつ、ね、松巻氏に気づいていただけるであれば、ね、でもそういう一体感というか、近いのが一つ、はいはいうん、お客さんの声も届きやすいですし、うん、まあ本当に、やっぱね、北海道のファンの人ってやっぱこの夏のね、3ヶ月っていう短い期間で、あの毎回たくさん応援来てくれてるんで、うんはいやっぱ嬉しいですね。もう G1 ぜひっていうね。そのあたりはいかがですか。いやもう確実にあの意識しているところではありますけども、まあこのね夏の開催はしばらくちょっとないんで、はい、まあ秋に向けて G1 狙える馬がいればいいなとは思うんですけど、まあそうですね。まあ焦ってもしょうがないんで、まああの。ちょっと勝ちたい気持ちっていうのがこう前面にっていうよりは、まあ G1 になってもいつも通りの騎乗っていうのを心がけてありますけど、はい、そこ狙いに行く上でもやっぱりさっきおっしゃってた楽しむっていうのは変わらずって感じですか。うそうですね、やっぱこう G1 だって緊張してるようじゃね馬にも伝わると思いますし、お客さんの声もやっぱ G1 だとすごい歓声になるんで、そこでやっぱ馬を落ち着かせれるようなジョッキーが緊張してたり楽しく乗ってなかったら馬にも伝わっちゃうんで、そういうところはあのちゃんとしたいですね。要所要所ね、はい、ぜひあのタイミング差し支えなければ、はいはい、オンラインと含めても行けたらありがたいです。準レギュラーお願いします。やろいくらでも記念 T シャツとか作っちゃおうかなみたいな。あ、それが作って勝手にね。こちらに小川淳二さんに作っていただいたものです、うん、でもなんかデザインがそうかなって。そうなんですよ。僕もあの500章はもうちょっと。そうですよ、あとちょっとで600章かな、はいはい、ちょ記念グッズ作るんで。おなんかプレゼントに作ってもらえたら。ほんとですか。え、嬉しい。ちょっとこれまず、ちか札幌開催中にはもうね。あ、そうですね。できたらいいなと思いますけど、ね、これはまたこういった方はしますから。はい。これはちょっと嬉しいね。HBC 競馬部チャンネル登録高評価よろしくお願いします。これ言ってくれるんだ。やっぱ。YouTuber 違うね。僕らも言ったことないもんね。ありがとうございます。毎回サメカツで言わされてる。言わされてる。言わされてる。
提携ありますので、ね、ありがとうございます。どうもです。じゃあもう一個無事付けの最後に、はい、最後にねタイトルコールとありまして、最初に僕たちがちょっとやらせていただいたあれをですね、はい、北海道の競馬をもっと、ここにも書いてあるんですけど、はい、このステッカーにもですね、はい、あの書いてるんですけど、はい、北海道の競馬をもっと熱く楽しくというコンセプトでやらせてもらってて、はいはい、じゃあ僕が北海道の競馬をもっとと言いますね、はい、熱くで、参加さんが楽しくもっといらっしゃるから楽しく行く、はい、で、はい、HBC 競馬部を一緒に、はい、ご紹介いただければと思います。ありがとうございます。はい、では参りましょう、はい、北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC 競馬部でした。サメカツさんスペシャルでした。どうもありがとうございました。